画像処理技術によって四肢が不自由な方、手足が塞がった方がハンズフリーでスイッチ操作を実現。アイスイッチのご紹介をいたします。両手足が塞がった状況で第三の手足が必要なことはありませんか？アイスイッチは視線や目、まぶたの動きだけで外部機器を操作できる入力スイッチです。 ALS などの難病で四肢が不自由な方は今まで受け身で待っていましたが、アイスイッチによって自発的に助けを求めたり、人を呼び出したり、身の回りにある機器の操作が可能となります。アイスイッチはあらかじめ目の動きなどを登録しておくことで、2つの操作方法でご利用いただけます。1つ目は視線による操作です。視線を向けるだけでスイッチオン操作できます。2つ目は目、まぶたの動きによる操作です。目を閉じることなどでスイッチオン操作できます。エンファシスとネド福祉用具事業での研究開発において、アイスイッチのさらなる機能アップが進んでいます。アイスイッチの活用は福祉分野だけでは終わりません。今回福祉分野で培った画像処理技術を応用したアイスイッチの活用例をご提案します。活用方法のご提案です。顔のスイング、身振り手振り、フィンガーアクション、顔や手などの特定の動作で実現するアイスイッチのハンズフリー操作は、産業分野や医療分野などで活用の可能性が広がっています。両手足が塞がっている、届かない、幅広い分野で第三の手足として社会課題の解決を目指します。できなかったことができる喜びを、アイスイッチ。必要とされている方に必要な技術を、株式会社エンファシス。ネド